こんにちは、日本改革党くつざわです。ビッグオー様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。昨日パソコンの話でですね、 GPU って書いてあって、これ CPU の間違いじゃないかなって、言っちゃったんですけれども、グラフィックなんとかっていうその数字のやつがあるらしくてですね、 GPU っていうなんか性能もあるんだって。私が知らないだけだった。動きの速いパソコンゲームとかやらないから、グラフィックボードとか、そういうのやる人はグラフィックボードの性能高い方がいいなんて言うんですけれども、パソコンでゲームっていうか、ゲーム一切やらなくなっちゃったな。もう脳みそついていかなくてさ、高齢化で、なんで、知りませんでした。逮捕された翼の根本、広告収入が増えた、落選運動をビジネスにしたい、選挙にさえ出れば合法的にやれる、合法じゃねえから捕まってんだろうが、ぜひみんなもやってほしいと逮捕前に語っていたと産経報道されました。でもあなた練馬の一軒家で10人と集団生活してたキモい人ですよね。この一軒家ですね、家賃滞納で家主が困ってんだって、不法占拠状態だって、いう話なんですけれども、世論です。 YouTuber は厳しくなったから収益停止されるだろう。マスコミがすでに落選ビジネスみたいなことやってますけど、迷惑行為の動画だとバンされるだけ。落選運動ってなんだよ、てめえらが勝手に落選してろ。アカウント永久停止&公民権永久停止案件。犯罪者の収益には厳しく対応しないと、また同じことする奴らが出てくる。最初から妨害目的ならアウトかな。選挙に出さえすれば合法だって、こいつが思ってるだけで捕まってますね、まんまと。つまり、こいつは頭が悪い合法か違法か分かってねえって話なんですけど、YouTube の翼野と黒川敦彦って名前のチャンネルが登録者数 25.3 万人で本家らしいんですけどね、産経報道にも登録者25万人の YouTube チャンネルでって書いてあったんで、ここが本家だと思いますけれども、小池自宅前回線 2.3 万再生、警視庁前にテント張って座り込み 4.9 万再生、警視庁にガサ入れされた 7.2 万回、警視庁にガサ入れされた 2.8 万回、小池やめろでも 1.9 万回、選挙妨害衝撃映像集 3.8 万回、小池自宅前回線5万回、河野太郎自宅前でも 2.7 万回、広告収入が増えたって根元が言うほどバズってなくない？この程度の再生数だと。ガーシーなんかはね、50万再生とか結構言ってる。だからそのぐらい言ったらね、バズってたって言いますけれども、なんか私の動画より回ってねえじゃねえかって思うんですけど、こんな再生数で10人の生活費捻出するのは明らかにきついですよ。足りないところはどっからお金もらってたんですかね、全くの謎なんですけど。犯罪のツールとして使われることに敏感な YouTube さん、未だに翼のチャンネルが存在していることにもちょっと驚きました。もうとっくにバンされてんだろうな。こんなね、犯罪行為を載せてある映像を逮捕されてんだからさ、何せ。ガーシーの脅迫のツールとして使われた時の対応は早かったんですけどね、YouTube さんね。即バンして、英バンして、選挙妨害をビジネスにする。それがネットで実現するのは今のご時世だと不可能ですよね。どこも敏感だからね。Twitter でもね、これイスラム国の時から、これがひどくなってった。残虐動画、あいつら載せたじゃないですか。それでダメだってことになって、子供に見せらんねえようなものはダメだっていうことになりまして、あとガーシーはですね、脅迫のツールとして YouTube 使われちゃって、それ放置しとくと犯罪ほう助、ガーシーの脅迫という犯罪を助けてるだ YouTube さんはみたいな風になっちゃうから慌てて消しましたけれども、こいつらの選挙妨害、落選運動というか選挙妨害動画は消されないんでしょうかね。通報も結構いってると思いますけれども、なんでだろうな。税金私物化許さない市民の会代表田中正道、山本太郎が須藤元気の応援に入りました。だから須藤元気には手を出さないよう、黒川敦彦に
釘を刺してあります、だから須藤元気には選挙妨害に行かなかったと、田中に言われなくても山本と婚姻っぽい黒川遠慮した可能性ありますね、黒川は初期の令和から立候補したこともあるし、山本や実質令和の黒幕斉藤正史に逆らえないだろうしね、田中正道って人はですね、元暴力団員、前科18犯、小指欠損、殺人犯として12年服役で通っている人物であります、これバラしたのは菅野保つ、まあこっち側でも向こう側でも官の官で通ってますけども、左翼活動で意見したところ田中に激高され、本人に元本職だぞ、これは暴力だね、懲役20年いってる、殺すぞなど言われたことをバラした。以来田中はそういう人なんだ、山本田中黒川の2-3ショット写真も存在しております。何かの会を一緒に開催した時のものみたいなんですけれども、世論です。またお前かと、おなじみの活動家、田中さん、福島瑞穂、辻元清美、小沢一郎、枝野、なんか華々しいツーショット写真残ってますよ、ツーショット写真撮るのが趣味なのかな、この人。やっぱり令和とつながってたんだ。やっぱつばさんとの背後には極左か、知ってたけど、北朝鮮ルートか。翼は須藤以外を下げる役目だった。関係者全員よく調べてよ。黒川のバックに田中正道、令和の斉藤正史、黒川のスパンサーとされるのが山中豊、誰だろう。須藤以外を下げる役目、なるほどなるほど、これで須藤有利になったら応援してる令和としてはいいですもんね、それでお金もらえてたら YouTube で再生数稼いで、広告の収入っていうか、それ上げる必要ない。本当はこっちが目的で、こっちからもらえる報酬が目的で、ですね、やってたんじゃなかろうか。で、YouTube の広告収入を増やすためっていうのはフェイクなんじゃないか。根本は本気でそう思ってるけど、黒川はそう思ってないんじゃないかっていう推理も成り立ちますね。山本太郎、翼は質問答えたら帰るって言ってんだから答えたらいい。質問に答えられないなら政治家に向いてないと。翼と黒川はですね、なんかやんわり擁護してたのも裏で仲良しだったからですね。これ警視庁さんね、18年ぶりに特捜本部設置してやる気マックスなんで、田中正道、斉藤正史、もしかしたら山本太郎まで調べが及ぶかもしれないですね。まあ続報待ちであります。根本が言うほど再生数ない、広告収入ない、で、裏で須藤元気の妨害はしないというですね、行動をとっていたということで、こいつらの活動資金っていうか生活費どこからですか、寄付なんかもあるでしょうけれどもね。岸田文雄、本当の支持率は 6% という衝撃、自民党総裁任期が切れる9月以降も岸田総理続投を望むが 6% たったの、今すぐやめろ 27.4%、 来月の国会終了でやめろ 15.7%、 9月でやめろ 38.2%、大部分ですね、94% が次も岸田総理は嫌だって思ってるっていう公明党支持者に限ってはですね、9月以降も続けろが 0%、 なんと 0% だった。公明党に嫌われてるのは岸田総理な。世論です。 6% いるのがすごい。時事通信優しすぎだ。まさかポッポを超える一財がいるとは。ポッポはまだ笑えたんだが、キッシーは笑えない。うすらバカの岸田がこっから支持率上げるの無理だって。また空気読めないから、こいつは次の総裁選も出ます。近所の可愛い地域猫の方が岸田より人気がある金融資産増税やるまでやめへんで、裏金事件の対応ですね、評価しない 72.9%、 評価する 8.7% たったの。自民党支持者限定ではですね、評価しない 54.5%、 評価する 22.2%、 評価しないが自民党支持者限定でも半分以上になってしまいました。やはり裏金事件の当事者なーなーで済ましたのが相当効いてるみたいですね。またこの他にもですね、
LGBT だのいつの間にかレーダー照射不問でしれっと貿易ホワイト国復帰とか韓国ね、スワップ再開とか少子化対策のために保険料増税するぞとか森林環境税新設するとか再エネ賦課金3倍に値上げしただの、金融資産配当を増税すっかなって、言ってみたり、支持率低迷の理由はたくさんたくさん、もう両手じゃ足りないぐらい、新支持率 6% だが、次も総理やりたい岸田取る手段は2つです。1、9月前に解散総選挙やって勝利する。2、自分を倒しそうな有力候補が総裁選に出ないように妨害する。1は自民党自体の支持率が低迷っていうかもう右肩下がりなんで無理ですね。選挙で勝利するのはね。今のままでいくと自民党70人減るんじゃないかなんて言われてますからね。2は実はすでにいきなりの派閥解体とかで着手済みであります。他の連中を弱らす自民党内の。マスゴミの評判が高い石破候補の小泉の出馬をどうにかして阻止しようって動くんじゃないですかね。できるかどうかわかんないですけどね。で高市さんなら勝てるなんて思って、バカにして高市さんに負けるってパターンが一番いいなって思ってますけどもね。メディア関係者アンケート、日米英仏独露中比較、事実をありのままに伝えるぞ。アメリカ 98.3%、 フランス 96.5%、 イギリス 93.0%、 ドイツ 90.7%、 中国 83.8%、 ロシア 78.7%、 日本 65.1%、 事実をありのまま伝えようって意識が中露以下の結果になってしまいました。世論です。日本のマスゴミ工作機関、日本のジャーナリズムは世界最低、切り取り捏造は当たり前、まあ知ってた、事実をありのままに伝えなくていいと思ってるやつが 35% もいる、恐怖、スパイ防止がないからやりたい放題、捏造する力は誇っていい、中身が日本人じゃないからな。政治を監視する 90.8% で1位でした。自分は客観的な観察者である 44.1% で最下位でした。つまり日本のマスゴミはですね、政治を監視してあれこれもあれこれ文句を垂れたいんで、事実をありのままに伝えることは軽視するが、そのため自分は客観的な観察者じゃないわなっていう自覚もあるっていう傾向が読み取れますね。マスゴミがこんなに偉そうにふんぞり返ってるのは、結局はですね、新規参入許さず電波を格安で使わせてる自民党のせいなんですね。スパイ防止法も何十年も放置してるしね。生活必需品でも何でもない新聞が低減税率対象だしね。完全な広告詐欺、広告費詐欺の押し紙も放置だし、ここの地域では何万部配りますから広告費いくらいくらです。これ水増ししてんだから完全な広告費詐欺なんですよ、押し紙って。朝日新聞はつい最近もですね、全然懲りもせずですね、日本人女性カップルがカナダ政府に難民認定された、ちょっと調べればすぐバレる大嘘ついてたし、カナダ政府は難民認定理由なんか決して公開しないし、あとね、この期間の日本人難民認定ゼロだったなんて、カナダ政府発表で。だから嘘なんですよ、大嘘、懲りねえよな朝日新聞な。朝日新聞が潰れるその日は祝杯をあげましょう皆さん。そのためにその日まで健康でいるように頑張りましょう。今日の単身、私立大学101校、567校中101校、約2割が経営困難です。再編や統合でしのごうとしているようだが、消費化どん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 進んでですね、来年生まれる子供は今年より確実に少ないのに、そんなんでやり過ごせますかね。2割が経営困難ってもともといらねえ学校だったんだねえのって、特色があって人気ある学校はどんどん生徒来て経営困難にならないわけだしね。ここの大学行けば就職困んねえ、よりどりみどりなんていう学校だったらよ、困んねえわけじゃん。早稲田慶応で経営なんて聞いたことねえからね。そういうですね、ゾンビ大学を救うために自民党は留学生大量に入れようとしてます。阻止しましょう。世耕元参院幹事長からして近畿大学理事長を兼務してるし、自民党にはですね、留学生増やさないって選択しないんで阻止しましょう。いらねえ学校そのままにしておくなよ、いらねえんだから。ゾンビ学校は速やかに
消滅してもらわないとさ。ロイター通信、イランのライシ大統領とアブドラヒアン外相が乗っていたヘリコプター墜落で死亡、単なる事故かそれとも事件かは不明。イランでは整備不良や砂やテロのせいでしょっちゅうしょっちゅう墜落事故が起きてるそうであります。あとテロで撃ち落とされた場合は報道しないんだって、墜落自体を。なんかテロに無力だと思われるのが嫌なんだが、テロを起こされるほど不満が高まってると知られるのが嫌なんだが、岸田総理と上川外務大臣が同時に亡くなるようなもんで、イランは今後相当混乱するんじゃないのかな。需要減少で緑茶相場が暴落、農家さんもうやっていけないと嘆くと。去年の死亡者数は159万人、お茶をよく飲む高齢者さんが減ってですね、消費量減少したのかなと。いわきのおじいちゃんおばあちゃんと聞くと、まあ急須ありますよ、必ず緑茶ですよ、紅茶なんか出されませんよ。どこでもカフェがあってですね、今はコーヒーの消費は伸びたんじゃないでしょうか。コンビニコーヒーもなかなか美味しいし、スタバでもさ、ドトールでもさ、コーヒーマシンで作ってるんですよね。まあ、コンビニでもですね、マシンで、同じ味出てくる、なかなか美味しいなぁ、思っております。お茶以外にも飲み物の種類は増えまくり、お茶を押されちゃったのかな。私の家では緑茶と紅茶交互に飲んでんですけど、一種類だと飽きるからね、気の毒なんでお茶多めに飲むようにしようかなぁ、思っております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。